まあ集大成に近いからね、もう、はい、うわーでかー、やっぱ大丈夫か。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがぐしけんくんです。ただあ、ぐしけんなの。ぐしけん、ぐしけんは、ぐしけん、ぐしけんじゃないんですよ。違う、あ、いやびっくりした、当たったって言ったから。ぐしけんなんだと思う。ついに終わったと思う。あ、いやいやいや、え、ぐしけん、ぐしけんじゃない。あ、違うな、あ、当たったみたいな感じの反応しないでよ。いや、ぐしけんって言いませんでした。ぐしけんって言った。いや、ぐしけんであんすよ。なんて、なんて言った。ディアンスよって言ったけど、なにそれ。違うんだ、ちょっと。いや、違いますよ。うわぁ、惜しかったな。ぐしゅけんって。ぐしゅじゃないの。まあ、近いけど。めちゃくちゃ喜んでたな。ぐしゅ。当たった。え？でもあんな喜んでくれるのは俺絶対当てたいわ、次。いや、喜びますよ、それは。ちょっと覚えてください。ちょっと頑張るわ。じゃあもう、一緒に伝説作らせて。ちょっとそんな感じでやめてよ。そんな先に言っとこうかな。いや、先に言うにしても気合いの入り方がなさすぎるんで、もっと気合い入れてね。はい、一緒に伝説作っていこう。はい、はい、よっしゃ。こっから本編に入るんですけども、はい、はい、具志堅と、やりたかったことっていうので何百本も撮ってもらってるけど、多分その中で多分具志堅はやったことないかなっていう作業がありますんで、これやっていきましょう。はい、ということで、今回とりあえず出てきてもらう生態こちらです。はい。いや、驚きもしないんだ。そう、こちら、はい、1、2、3、4、5、5つ、はい、ありますけども、これヘラクレスっていう、あ、世界最大、誰もが知る、これもうヘラクレスといえば、あ、なんかあるらしいですね、同じヘラクレスでも。あ、そう、13亜種いて。13。そうだから、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、うん、ピカチュウ、ピカチュウ、あ、ピカチュウ、ピカジュウとか、はいはい、そんな感じ、うん、合ってるか分かんないけど。まあなんか想像しやすい。そう、ちょっとなんか、尻尾がハートっぽいやつとか、例えばね、はい、まあ、ピカチュウで言うとそれがメスらしいけど、そうっていう話を金銀バージョンのアニメで知ったんだけど俺は。あ、そう、だから今もしかしたら一説変わってるかもしれない。なるほどね。っていうのもあるけど、まあこれはヘラクレスの、だからまあいろんな足の中のもう王道、あ、定番の種類で、これがもうすぐサナギになるやつなんで、これを人工養殖に移し替えていこうと思います。だからこれを、まあ、人工養殖に移し替えていくって感じで、多分2個ぐらい、2ケース分は、サナギになってると思うから、ちょっとねそこも含めてサナギも見れるんで、うん、ちょっとやっていきましょう。はい、じゃあまず人工養殖っていうのが何なのか分かんない人もいると思うんで、先に人工養殖出します。もう作ってある人工養殖こちらです。はい、はい、おー、こちら、5つとりあえず用意しましたんで。個室じゃないですか。完全個室だって、クワガタは相、うん、席。そう相席っていう、まあ近隣住民がいるんだけど。そう、もう完全個室。あー、すごいな。そう、やっぱでかいからね。なるほど。そう、あ、ごめん、ちょっと作業しながら喋ろうと思ったら、こっち向いてたんだ。え、作業しながら喋ろうと思ったら、あっち行こうとしてたら、具志堅に取られてたから。どっち、じゃあ完全にやられてたわ。いや、ちょっと一回下打ちしてて。そう、で、この人工養殖っていうのがこういう感じで、吸水スポンジ、あ、一応オアシスって言われてる、まあ、商品名がオアシスなのかな、っていうやつで、まあ、生け花とか刺すようなやつ。ああ、でも本当にそうですね。そう、それが、ありまして、それにヘラクレスの型をくり抜いてその中に入れてくって感じなんですけど、ちょっとだけ必要なものがあるんで、はい、しばらくちょっと見ててください。型、
あ、そう、意外としっかりしてる。そうで、これ水分も浸しててこんな感じでちょっとじわっときてるじゃないですか。これを、まあ、水分を含ました状態で上っ面、この水分がやっぱ出てるとさすがにさなぎに影響があったりするから、それをこう拭き取るみたいな。例えば上っ面乾燥してたらこうやってちょっと皮膚してあげて、これいい感じで、でここでまあこの時に拭き取るタイミングでちょっと形また整えてあげるみたいな、何回か使ったりしてる場合はね。でこれも全部基本もう水は先にやってるんで、まあヘラクレスの動画でちょくちょくこれ紹介してるから。でこれやっぱもう何回か使ってると本当にね、こう水の吸水力が弱くなってきちゃうから、だからまあその最初の頃よりも吸わなくなるから、それも加味して、そうそうそう、ちょっと難しいけど、だから一番いいのはやっぱ新しいやつ、その都度新しいの作った方がいいかもしれないけど、まあただ作るのも面倒だし、まあ言ってもお金かかるからね。そんな高くないんだけど、これ1個100円とか100均でも売ってるようなやつだから、言ってもやっぱまあ時間かかるからね、作るの。これくり抜いたんすか？そう、これを削ってみたいな感じで、まあ、そういう動画もあるから、ぜひあの再生リストとか過去動画から探してほしいです。そう、これはAmazonでもう一気になんか業務用がいいぐらいの50個入りみたいなのを買ったりしたけど、100均のでも全然いい。ただ100均のよりやっぱAmazonとか、もしかしたら他の普通に売ってるやつの方が吸水力とかもう何回も使うって考えたらいいかもしれない。印象的に100均のよりかはAmazonで買ったやつの方がちょっと吸水性落ちなかった印象あるから。で準備できたんで、じゃあやっていきましょうか。さあ、ドキドキの、いや全容、基本は全容が出ると思ってもらって、あのちょっと幼虫がサナギになる前のもう餌も食べないでサナギになるためにじっとしてる状態。ああ、そう、だからシワクチャのやつをイメージしてもらってて、でじゃあ1匹目からいきましょう。これが 121g 最終体重、うん、こんな感じでね。そう、これは去年の8月だから1年2ヶ月ぐらいか、14ヶ月ぐらいで、もう全容になったんで、であ、ほらここにもう丸い空間作ってるでしょ。これもう洋室、サナギの部屋を作って、もうシワクチャになってサナギになる準備してるから。わかる？これ、すげえ、これね、うわ、そう、これちょっと割るよ、いきます。おー、綺麗に作ってたね。でっかい。これでかいよね。でもこれでももう縮んでるから、そう、もうヘラクレスに、あのみんなが知ってるヘラクレスになるためにじっとしてる状態。もうシワクチャのね、こうちょっとやっぱこうよく見たらシワっぽい感じというか、でこの幼虫の皮がどんどんこっちに寄ってって、ここら辺がシワになるの。で最後はサナギの体液が膨らんで頭から割れてくる。あ、そう、これはまだもうちょっとかかるかな。そうで、これなんか動画でやってほしいって言われたんで、この全容の体重を測る人もいて、これで、お、106、はい、俺あんま正直測んないんだけど、から基準わかんないけど3桁いってるのはいいんじゃないかな。なるほど、まあ、一応最終体重 106g ですね。全容体重最終が121で、ああそうなの、縮んでるってことか。そうそうそう、でも絶対縮む、うん、この縮み幅をどれだけ抑えられるかみたいな感じはあると思う。この中にチェックインホテル、そう、これでもゆっくりしてもらう。あ、居心地良さそう。うん、これでもうあとはサナギになって浮かしてもらうみたいな感じ。サナギになるまで置いとくんですか？そう、サナギになって浮かするまで置いとく。あー、なるほど。
そう、もうだからこれがもう最終場所。まあ一応これなんでするかっていうのは、まあその飼育スペース確保もあるけど、角が曲がっちゃったりするの。これとかすげえ綺麗に洋室作ってるけどさ、結構でっかい、これが洋室で自分のサイズ以下の洋室を作ったりするパターンもあるの。やっぱ自然界と違ってこう制限あるケースだから、そうなっちゃうとあの長い角が曲がっちゃったりとかしたりするから、基本人工洋室に移す方が安全っていう感じで、もしこんだけ大きいの作ってても、例えば幼虫がここら辺にいる時にこうさなぎになっちゃったりしたら、こっち分のスペース的に狭いから、それで角が曲がっちゃったりとか、そういう風のが起きるんで、ただまあちょっとやっぱ油断してるとさなぎになったりするから、そういうのが出てくるから、それちょっとね、それがまっすぐなってくれてればいいかな今回は。とりあえずさあ次、これこんな感じでどんどんいきますんで、はい、じゃあもう一番最後というか工程、そうね、もうあとは俺らはもう待って祈るだけ。これが 80g、 これはちっちゃい、だからさっきのより全然ちっちゃいと思う。あ、いきます、はい、ここにありますね。うん、はい、お、ちっちゃいね、ほら、うん、そう、全然で60、20g、 やっぱ 20g ぐらい落ちんのかもね。でも僕は基本もう一律でもうこのケースに入れます。ちっちゃくても大きくても、これで今んとこまあしっかり羽化してきてくれてるんで。お、次のやつ、あ、これでかいやつだ、137、これが一番でかかった、結局今年これが一番期待してるやつだから。で、さなぎ作った時ってこういう感じで異様にこうへこんだりするの、土が均等じゃなくて、均等に入れてたのにこうへこんだりすると洋室作ってる合図だったりするから、こう側面とか後ろにから下から見えなくても、あ、もしかしたらサナギ作ってんのかなみたいな合図にの、まあ、サインとして参考になるんで覚えててください。テストに出ますんで。いや今勉強中じゃないよ別に。え、うわ、めっちゃヤンキーおる。授業中じゃないよ。めっちゃヤンキーいるじゃん、茶髪だし髪切ってるし机ないじゃないですか。え、いやいや、ここ机じゃん、細いな、消しゴムしか置けないプリントとか無理でしょ。いや、プリントもこれぐらいの幅で、ちょっと無線なのそれ人笑い取ったところで , 笑ったかどうかわかんないですいきます、はい、お、お、来ました、うわ、でかー、やっぱちょっと何すごいな、でかっ、三森さんのスマホぐらいで、いや、ちょっと例えやめてよ俺のスマホって何みんなのスマホもそうでしょ三森さんのスマホでかいから、あ、そうでかいけどあの LG ね、ドコモ、ちょっとダニ多いんで一回吐きます、ちょっとだけ、はい、優しく。この独特な腹筋運動というか、これがやっぱこの全容の証。あ、どんなもんなんだろうね。これ137だったんで、おお、すごいんじゃない134。ねえ、あんまり減らず、すごいっていうのはなんか期待していいかもね。なるほど、減り幅が少ない、少ない、どれがいいか。あー、ちょっとまあケース選びも、そう、一応ちょっとやっぱ多少こう大きかったりちっちゃかったりあるから、さあ、はい、うん、OK、 やっぱでかいな、でかいな、いや楽しみだね、しかも134だったね、3だけ、3だけしか減ってない。俺158がマックスだから、そう、サイズだから、あ、今ややこしいけどグラムじゃなくてサイズね、158mm。 でもその時が110台かな、110何グラムとか。あ、じゃあグラムで言ったら、そう、グラムで言ったら自己記録更新できる可能性が高いんじゃないかと期待してる。時代がもうこっちに歩み寄ってる、俺に。
ああ、別に三森さんが変えたんじゃなくて、そうそうそう、全然時代が合わせてきた、みんなの高評価のおかげでもしかしたら変わってきてるかもしれない。あ、動画の、うん、こいつらも答えようとしてくれてるから。ああ、そんな連動してるんですか。そう、基本ね、目覚ましじゃんけんと一緒、違うから、 T ボタンの、うん、やってる、プレゼント、そう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 。ああ、まあプレゼント今まあ、まあ、まあいいか、次進むか一旦。そうですね、ね、動画のために、うん、で、これがさなぎになってると思うやつ。そうね、確認してるんで、10月の中旬にさなぎだっていうのを気づいたんで、さなぎで、これがグラムでいうと 118g。 あ、まあぼちぼち、この土もそうそうそう、なんかこう減って、これやっぱさなぎになってる予兆、そう、洋室を作ってる予兆。よし、行きましょう。ここ、お、来ました、この穴、わかる、うわ、そう、形が違う、うん、で、あとは角が曲がってないかっていう。あー、なるほど、そう、いきます、はい、うわー、あー、曲がってるね。あー、ほら、こういうことになっちゃったりするの、こう、ガクってね、普通だったらスッていくんだけど、大きいからやっぱ、そう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 、ちょっと窮屈に、うん、あ、しょうがないかな。うわー、すげえ。まあでも無事羽化してくれればいいけどね。もうあとは待ち続ける。だからハチ公もさ、ヘラクレスの羽化を待ってたっていう噂もあるもんね。犬が、うん、ややこしいなそんな友情関係あるんですか。そうそうそう、犬と、う、噂だとよ、ヘラクレス噂だと。まあ、じゃあ誰が、ハチ公がいろんな卵取って、うん、ハチ公が やってきたってことですか。多分 YouTuber だったっていう話も聞くけどね。ややこしいってワンちゃんの動画とか、うん、ハチ公は普通に遊んでたらやいいんじゃないですか。いやいやいや、 YouTuber、 犬の動画として癒し動画みたいな、うん、まあ、確かにな。まあでもそう、噂だからね、俺も実際わかんないけど、めちゃくちゃすぎるって、うん、犬がクワカブのブリードしてる YouTube まあまあそうだけどね、スイ君見たっていうのをやっぱり俺がもし言ったら否定できないでしょ。ポケモン、うん、伝説ポケモン、そうそうそう、あの、え、三森さんがスイ君見たっつったら、うん、いや、信じないよ。あー、悲しいよ。花粉症っすか。いや、いや、悲しいよって言ったんだからこの後、いや、あ、いや、泣かないでくださいよ、出て、ワンワンって言うっていう、はい、あ、じゃあやり直します。お前がハチ公だったんかい、みたいな、いや、決めつけんなよって言って、この動画良かったと思った方、いやいや、終われないよ、行こうと思ってたけど、どのタイミングで終わってるんですか。まあ、でも、もうこれラストだから、はい、うん、そう、気を取り直して、本当に、ね、で、これが一番でかい、128のサナギ、さっきのは118。ああ、そう、で、あとはまっすぐなってくれてるかどうか。なるほど、ちょっと心配だけどね。うん、いきますか。はい、さあ、大丈夫か、こうなってるね、洋室。こう、まっすぐだったらまだまっすぐの可能性あるんだけど、横だとどうしても横のスペースがもうヘラクレスに足りてないやつだから、ちょっともしかしたらやばいかも。大丈夫か？おお、綺麗。よかった。いい感じで逆に行ってくれてたね。ちょっと曲がってるけど。ねえ。でも立派じゃない？すっげえ。立派すぎるよ。ここからあとどれぐらいかかるんですか？どんぐらい？まあ2ヶ月ぐらいかかると思う。結構やっぱ長い、体がでかい分やっぱ、いやでも立派にねえ、はい、これで、これで全部終了。はい、あとは浮かしてきてくれればね、竹でも梅でもない、松
違うでしょ。いや違う、あの松竹梅の感覚で言わしてもらったんだけども。松竹梅。うん、松竹梅。いや松って松の大気の松でしょ。そう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 。ちょ、やば、一回寝るお互いちょっとえ、でも漢字違くない。あ、漢字違う。あ、そういうことか。え、何、どうしようか一回やり直す全部いや、もういい突き進むしかないもんそうか、もうそうだな、このまま。いや、でももう前頭終わりました。はい、とりあえず、だからまあ1個目のさなぎの感じになるのを避けるために人工養殖に移すって感じですね。あの 1,2,3 匹目までの状態の時に、はい、っていう作業。まあ、さあの 130g 台のやつもめちゃくちゃ立派で今後楽しみだし、ね、これ 128g だったやつも、まあいい感じでまっすぐ伸びてくれて、ある程度、はい、今後が楽しみな5匹が無事救出できたんで、個人的には良かったかなと思うんですけど、具志堅的にはどうでした？いやー、やっぱ迫力はありましたね。いや、そうだよね。そのサナギ、うん、幼虫の時点でも、そうね、大きさは、うん、やっぱ世界最大だよな。だから、うん、その自己ベストがあったじゃないですか。そう、158mm。これにまた近づけて追い越せればいいですよね。うん、そう、最高。しかもそれがなんか結局動画内でってなると156mm だから、うん、ここまで来るのにどれぐらいかかるんですか？まあでもこれは8月とかだから、まあ14ヶ月とか、14ヶ月、うん、だから浮かしてくるまでに1年半とかかな。でもそれでもちょっと早い方。あ、やっぱ1年半ぐらいしてサナギになって2年かけてトータル2年で成長になるとかもいる。全然その方がやっぱ大きくなったりするからね。まあ、じっくりゆっくり成長してもらう方がいい。そうそうそう、いいかって。そう、2年かかるのヘラクレスって。そうだ、だからこれも去年の8月とかだからね、孵化したやつでいうと。あ、だからあの前の家で採卵したやつがようやくこうなってるみたいな。うわ、歴史すごいな。やっぱ歴史感じるよね。そう、だからやっぱヘラクレスのサナギがこう出てくるっていうのはもうそういうことだから。あ、じゃあ結構貴重な場面に。まあそうね、出くわした。結構まあ集大成に近いからね。もう、あ、でも本当に最後の工程ですもんね。そう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 、だからもうクローズで言うとみんながこう傘持ちながら集まっていくし。あ、映画で言うとありましたね、あの感じで。あとはもう戦って戦あとは戦うだけ戦って、うん、で最後リンダマンとあの喧嘩するかどうかで終わるから。あー、一番最後ね。そう、いや、もう一個あるじゃないですか。え、戦って終わりじゃなくて、え、なんかあったっけ、戦った後にリンダマンともう一回戦う。あ、まあまあ、そうだからリンダマンとの戦いがまあ交尾みたいなもんだから、次の始まりみたいな。あー、なるほど、ね、そうそうそう。まあ言い方悪いけど、変だけどリンダマンと交尾ってなるから変な感じするけどそれが始まりになる。そう、また始まりになるみたいな感じ。そう、だからもう貴重な時間です。すごい。そう、まあでも無事、そのなんか星になってるみたいなのもなく、とりあえず5頭救出できたんで、っていうのが多分まあちょくちょく今後上がるか上がんないか分かんないですけど、こういう作業がもしかしたら増えるかもしれない、はい、から、まあヘラクレス好きからしたら、まあ普段こうヘラクレスとか飼育する環境がない人とか、特にこう目の保養になる機会が増えるんじゃないかなと思うんで、引き続きぜひ見てほしいですね。はい、はい、ということで、今回は、人工養殖に移し替えるっていう、まあ、作業動画になりましたけども、ぜひ、よろしければ高評価とチャンネル登録お待ちしております。そして、概要欄に、まあ、僕が普段使ってる備品とかそういうのも載せてたりしますし、今カメラマンやってる具志堅も、YouTube チャンネル具志堅ラジオという、一人でもう親の仇のように喋ってるラジオがあるんでなんかすごいトークしてるみたいになりますね。もうマシンガンに次ぐマシンガン。いやいや、もう眠りやすいって言われる声で喋ってますからなんかあれなんだよ、イルカと同じ周波数なんだよいや、その落ち着くみたいなやつ、いや、うん、って言われたことありますけど。あ、嘘。寝る前の
BGM みたいな感じで聞くには最適のラジオなんで、はい、ちょっとサムネイルがね、おでこだったり顔だったりで、いや、そう、いい、ちょっとびっくりしちゃうかもしれないですけど、僕のチャンネルの話は広げなくて大丈夫です。そうか、まあそれも概要欄にあるんでぜひ見てください、はい、はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。